皆さんはどのキャラのシュートが好きですか？多分このキャラが最強です。ウィースこんちゃガンです。今回なんですけど、まあ、シェリーとかプリモとかね、まあ、いろいろウルトを使った技があるんですけど、鉄壁の守りでのこの棒のシュートはね、もう鬼強いっていうか、もうぶっ壊れたんでね、ぜひご覧ください。まあね、簡単に言うと最強ポイントをね説明していくと、まずウルトが溜まりやすい、そしてあのどの壁もね壊しやすいのと、あとね全然マップ、いろんなマップで使えるっていうのと、まだほぼ知られてない、まあ、つまりねもう対策がされてないんですよね、あんまりこのトロ隊では。まあ、やり方はまずこの上にね地雷を置くんですよね。地雷置いたら、まあ、相手はね当たるかね避けるかなんですけど、当たったら壁が壊れて、しかも自分がブルブルしびれてね攻撃ができないし、まあかといって当たらないようにしようと思ったら、まあそっから先進めないじゃないですか。ってことは、まあ、反対側からね回ってその敵を攻撃するしかないんですけど、まあそんなことしてたらまあ決められるじゃないですか普通に。で対策方法って言ったら、まあ頑張ってモーティスで地雷解除なんですけど、まあ壁壊れるじゃないですか。ってことはまあ無理でしょ。で、まあ、最終バーリーとかティックとかダイナマイクでまあ頑張ればいいじゃないかという判別もあると思うんですけど、このマップで少なくとも投げが強いかって言われたらもう絶対強くないんですよ。でもその時点で負けみたいなとこあるんで、まあ、ここねあとパスしてもらって、まあ、ここでウルト使えばもうね誰も止められない、完全無欠のシュートが開発、はい、ここで地雷当たる、はい、もう無理です、はい、最強でしょこれ。 もはやねどうやって止めればいいのか正直ね今のところ分かってないぐらい強いんですよね。まあこれねスタパあった方がいいんですけど、まあスタパなくても最悪あのなんか爆発してあのちょっと空中に浮くんで、その隙にねシュートしてあげればあの確定シュートになってるんで、スタパがない方でもね決められる。まああんまりねバズらないことを祈りつつ、そしてブロースターのこの鉄壁の守りが棒だらけにならないことを祈りつつね、まあ、今回ご視聴ありがとうございましたということで楽しもうぜ。